西映像心旅2016年に留萌振興局が制作発行した留萌広域周遊ルートガイド「西へぞ心旅」で紹介されている絶景旅鳥獣旅歴史旅グルメ旅鉄道バス旅ダム港を巡る旅釣りアウトドア旅 書を巡る旅化石旅の9つのテーマからその一つに焦点を当てて各テーマの専門家であるゲストにお話を伺います今日は北海道化石会道北支部長伊豆さんにお越しいただきました。よよろろししししくくおお願願いいまますす 伊豆さんは稚内にお住まいで、今日こちらルモイ市にあります FM モエルに収録に来てくださったんですけれども、伊豆さん、ルモイ館内の化石っていうところもお詳しいですかそうですね。今から、まあ、40年は経つと思います。前に、うん、えー、化石にのめり込みまして、はいえー、今は、稚内周辺で、 収集をしてますけども、<ー>当時は、うん、結構面白いくらい収集はできましたね。このあたりだとどういった化石が見られますかそうですね。あのー、オビラ特有のニポニテス。はい、ニポニテス。ミラビスっていうその異常巻きのアンモナイトは、はいはい、我々マニアから見ると、ほんと痺れる化石ですね。はい <laughs> アンモナイトの異常巻き、ニポニテスミラビス。そうですね。異常巻きというと正常巻きがまあ、対局としてあると思うんですけれども、このアンモナイトの正常巻きっていうのは、私たちがアンモナイトと言われてパッと想像する、カタツムリのようなくるぐるっと丸い形の。普通に丸く巻いた化石を正常巻きですね、うん。はい。に対して異常巻きとなると、どういった形になるんですか あのですね、形は定まってなく、はい。棒状になっておりまして、<ー>えー、ヘビグの、な、うんて言いますかな、うん。あ、トグロを巻いたな。トグロを巻いたような、そういう形ですね。へ<ー>、はい、いやはい。今、ラジオをお聞きのあなたもですね、ぜひ検索していただきたいんですけれども、アンモナイト、ニポニテス・ミラビス。ですね。<laughs> <laughs> はい。<laughs> もう、もう <laughs> この石はもう、 マニアの世界でも、はい、もうよだれの出るような化石ですね。やっぱりこう出動数が少ないっていうのが、その理由ですかそうですね。やっぱり、この化石を取るには、時代をおって、うん、その時代をあの場所的に探して、うんええ、そんな伸べつもなくなしい山行って、うん、うん、取れる。 ものででではないいすすねあ珍しだから数が少ないために、はい、マニアの間でももうみんな秘密の場所にしてますね。へ<ー>、はい、アンモナイトって最初生まれてきた時はもうあのアンモナイトの形なんですかそれとも大きくなってくるごとにこうかそれはね、はい、やっぱりこう。 全体的に巻いて大きくなっていくっていう、うん、あのあ<っ>、うん、国立博物館の、先生なんて言いましたっけね。あ、化石先生がいらっしゃるんですね。はい、<laughs> そういうふうに説明していましたね。<ー>はい、このルモイ館内では、その中でも珍しいニポニテス・ミラービス。はい <laughs> もうなんだか言うたびに合ってるのかなこの名前ってドキドキしちゃいますが。<laughs> <や>見られるわけですね。正,正解ですね。<laughs> 正解ですか。はい。<laughs> へえ。えまたですね、私今日お伺いしたかったのが、この西江戸心旅攻撃周遊ルートガイドブックの66ページ西江戸化石旅の写真ですね。羽幌、はい、花化石というのが載っているんですけれども、こちらは 何なんでしょうかこれはねあの、植物化石でありまして、はい、はい。まあ、見た通り、この断面が、はっきり分かりまして、胞子、うん、状のその種が、うん、あの、保存されてるのがよく分かる処方なんですよね。あ、はい、これは断面図なんですね。そうですね。<ー>まあ、別段、削ったわけでないんですけども、はい。 この状態でおそらく収集されたので、うん、まあ当時、あのー、今からこれ、そうですね、20年は経ってると思います。そしたらこれね、うんと、どっかでもって、これ、デプリカでもって、販売したら、ものすごい商売で、うん、1>, 1本確かね、えー、8000円とかっていう金額で。 へマニア飛びついたみたいですよ、レプリカで、はい、レプリカで、<ー>レプリカであの着色しましてね、うん、あ,ああはい。これは植物ということですから、やはり、こう、このにょろっと出た茎の部分があり、その先にふわっと花が咲いているような、そういうのでいいんでしょうか、うね、再現されるとしたら。はい、だから、うん、化石とってればね、こういう植物もよくしばしば。 目にすることがあるんですよ。あ、そうなんですか,かはい。私はもう植物はあまり興味ないので、うん、もうすぐ捨ててしまうけども、はい。はい、えー、これはなんでこんな、この化石旅、この、えー、テーマの扉を飾るような、そんな存在としてあるのでしょうかそんなに珍しいものですかあのですね。 学者から言わせるとこの化石の中にはいろいろなヒントが隠されてるんですよヒントはいものの言わないヒントうんどういう何に対するうことでしょう例えばこの化石は何の種類か何の植物かということから始まってあとその構造上ねそういうのは 化石の中にヒントが隠されて、それを今研究されてるのが、<ー>あの、学芸員の方々なんですよね。へぇ<ー>、はい、ロマンですね。そう。だから、うん、あの、化石って一口言ってもですね、はい、やっぱり地元の方ほど詳しく、やっぱり、うん、ここ行ったらこういうものが取れて、うん、あっち行ったらああいうもの取れて、うん そういうのはよくわかってるから、うん、だから我々もあのー、国立科学博物館にもいろいろそういう珍しいものがあれば研究してくれる方がおりまして、うん、はいそういうのにもやっぱり協力しております。へえ北海道化石会ということで。はい そうなんですね。東北、伊豆さんは道北支部長ということですが、道北支部はどこからがエリアの始まりなんですかえっとですね、北海道を3ブロックに分けまして、あ、3つ。はい。札幌、はい、中央、東北と3つに。まあ、私方のその、北海道化石、名門目は大きく見えますけども、会員数は30名程度で、はい。えー、毎年あ こっちの、うん、街で、そういう展示物が、足りないとなれば、うん、はい。うちらの会では、はい、もう喜んでボランティアで、協力しておりますので。はい、へ、はい、じゃあそういった際には、伊豆さんも東北支部として、こう、東北の化石なんかを提供されるわけですかそうですね。うん、やっぱり、札幌、三笠、うん、そういう地域地域で、 そういう特色のある石がありますのでね。<あ>また、東北は東北で、はい、違ったその、色艶、うん、全くどこの地区でもやっぱりそういう形は変わってきますね。へえ、この東北、特に留萌ってお聞きしたいんですけれども、そういった特徴っていうのはどういったところにありますかまずですね、うん、数が豊富、場所が、うん 白、うん、い。数っていうのは、こと、まあ、アンモナイトにおいては、やはりルモイっていうのは、もう誇れる地区ですかそうですね。私から言わせると、はい、本当無限の財産だと思ってるね。うわー、ほですか、はい。これをね、常、はい。常に埋もれてるから、うん、こう、うまく活用すれば、うん、まあ、ちょっと大げさに聞こえるかもしれないけども、うん 町おこしになるんねえーはい、特に伊豆さんが注目している地域は留萌といてもシケ町から哲潮までありますがどこですかやっぱりタップ地域ですねタップ地域小平の小、はい、平のタップ地域ですねあ、今小平町のタップ地域の方もうすぐに外に出て <laughs> こう川ですもんねそうですね 川辺りを探してみたら今でもあったりするんですかねまあここは何年かはね、うん、まあ山も尾平地区はそんなに来てませんけどもねはいへ、はい、えー、そうなんですねなんだかこう化石って言われると恐竜をはじめとして哺乳類を想像してしまうんですがあんもないと奥深いんですね そうですね。深いですよ。<ー>はい。アンモナイトの魅力とは、伊豆さんが引き付けられるところってどこなんですかやっぱり、模様。模様。はい。まあ、専門用語で言うとス、はい、スーチャスーえー、うん、それが何とも言えないですね。あの、構造を分かると。はい。はい いやそう先ほど少しお話を伺っていてこのスーチャーがあることで水圧にも耐えられるとそうそうですねだからその深い海ほどやっぱり構造が丈夫でなければ、うん、深いところ潜れないから、うん、そのスーチャーの構造を見れば大体いい浅瀬で生活してたか、うん、深いところで生活してたっていうことが 分かるんですよね<ー>やっぱり仲間が増えてくれば、うん、当然深いとこまで行かなければ、うん、自分の主食とするものを取れないので、うん、確かに構造もそれに匹敵した構造でなければ深いとこを潜っていけないからね。この留萌館内ではアモナイト何種類ぐらいいたんでしょうね。そうだね本当ね。数えたことないけども。はい かなりの数だと思いますよ。ええ、もうなんかパッと見て、アンモナイトだよって言われて見たもの、もう大きさの違いぐらいしかわからないですけどね。はい。こうちゃんと見ていくと、それぞれ種類があるわけですね。そうですね。そのスーチャーであったりとか。はい。っていうところでも、種類っていうのは分けられてくるんですかあの、スーチャーはやっぱりね、種によって全部あれ、 違いますから。ええー、ここだよって私が言われてもわかりますか伊豆さんみたいに目が超えてらっしゃる方じゃないとわかんないんじゃないですか山に行けばね、はい、もう、そこがもう化石産地だから、わ、えー、<laughs> かりますよ。えー、だから、一つの、その石を、まあ、のじるって言うんですけども、はい、単品で入ってるか、うん、表面に出てるか、大概、うん 表面に何かしら露出してるんですよ。うん、それをきれいにこう水で洗って、うん、それからなるだけ入ってないようなところを見払ってハンマーでもって書いてそういう作業ですね。こう目測通りに入っていた時の喜びって。 かり知れないですね,そうですねだからやっぱりいきなりこう真ん中からやると <laughs>、うん、まあ壊す確率は大なのでうん、うん、端の方から少しずつねもう出てきたらあとはもうハンマー使わないで、うん、あとは細いタンガネで持って少しずつこうクリーニングしていくっていう形ですね。 はいですね、なんだかこ,うこの留萌管内で化石が見られるっていうのもいまいちピンとこなかったんですけれども多くの化石が見られるんですもんねそうですねだから今ではあそこのオビラダム、はい、まあ今では水没してしまいしましたけども、うん、もうあそこの場所はもう本当もう最高の場所でしたね今はもう。 無理な話ですけどもねもったいないなっていう感じですね、はい、このロモイ地域で化石が出動するその理由っていうのはあるんでしょうか地理的条件とかまあ要するにこの化石が埋蔵している地層、うんうん、白クハっていう地層なんですけども、はい、その地層が結構広範囲にわたってあるっていうことですね、はい 地層がいいんですね。では今ちょっとこう化石に興味を持ったのでじゃあそのルモイで発掘された化石を見に行きたいと思った時にどういったところに行けばいいんでしょうかやっぱし博物館ですね。博物館。はい。まあオビラにもありますけどもね。はいはい、まあ 数的にはやっぱり北海道では三笠とか中川ですね。ああ。そうですね。はい。西江戸心旅広域周遊えー、ルートガイドブックにも掲載されていますので、ぜひこちらも片手に <laughs> 参考にしつつ回っていただきたいですね。まあ、化石を通して、あのー、小中学生を、うん、 に限らず一、はい、人でもこの化石に興味を持ってもらえれば、はい、私は仲間としてえいろいろ <laughs> あの指導できれば、うん、分かっている限りの範囲内のことを教えたいと思っています。嬉しいですね。ありがとうございます。今日は化石旅に着目しまして北海道化石会東北支部長伊豆さんにお越しいただきました。ありがとうございました。どうもすいません。ありがとうございます。